今日午前、佐賀空港に到着したのは、ウクライナ西部リビウに住むニャンコ・ナターリャさんと、その娘のアナスタシアさんです。佐賀県によりますと、アナスタシアさんはウクライナの大学で日本語を勉強していて、本人の強い希望で日本への避難が決まったということです。日本に来たから頑張ると思っています。Saga helped us a lot, and what we have seen, it's very nice city. It's quiet. We were tired from hearing all the alarms and explosions sometimes. 佐賀県は NPO 法人などと協力して避難したウクライナ人の受け入れを進めていて、今日到着した親子で3組目となります。今回は初めて日本ウクライナ友好協会と連携して佐賀での受け入れが決まったということです。親子2人は佐賀市内にある県職員宿舎で暮らし、生活に慣れてから仕事や日本語などの勉強を始めるということです。